武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は鳥取大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、大問4つで時間が120分という形になっています。で、問題が学部学科ごとに多少異なっていて、まあ、一部共通の場合、一部共通の問題も出ているんですが、医学部医学科は単独の問題、地域学部も単独の問題、そして医学部の生命科、工学部、農学部に関してはこの3つは共通という形になっています。問題の難易度としてはですね、医学部医学科以外の、学部学科の問題に関しては、まあ、マーチレベルの、入門、程度が解ければ大抵は解ける、まあ全部解こうと思ったら標準までやっておいたらいいかな程度の難易度。医学部医学科に関しては基本マーチの標準、発展までは、まあ、絶対にやっておいた方がよく、まあ、ものによっては総計まで手を出しておくと、まあ、安全かなという程度、まあ、ただ総計に関しては、まあ、正直なくても十分対応できる程度の難易度にはなっております。また、記述論述の形式であるので、しっかり回答を記述で書けるように心がけておきましょう。まあ、そういう意味で問題集が仕上がった後に、まあ、過去問で学ぶか、もしくは国公立標準問題集キャンパスなどを使って記述の練習をしておくといいかなと思います。で、出てくる問題に関してではですよね、ですが、グラフ問題、まあ、あとは数列、まあ、確率などが結構出やすくはなっている形となっています。特に、まあ、あのグラフ、ですね、微積、だったり、まあ、領域、の部分だったりの問題は割と、出題率が高くなっておりますので、こちらの対策は優先的にやっておきましょう。まあ、問題の難易度が、そこまで高くない分ですね、まあ、特に医学部医学科に関してはそうですが、高得点勝負になる可能性が、高いと思いますので、確実に取りこぼしないよう、また、記述でちゃんと点数減点されずに、まあ、点がもらえる回答を書けるよう、基礎的な学力、および、まあ、回答作成能力を鍛えておくように心がけてください。以上が数学の勉強となります。